皆様こんにちは、小橋恵です。この番組は青山ブックセンターさんのご協力のもと、毎月おすすめの本をご紹介していきます。今月も青山ブックセンターの書店員山下さんとともにお届けします。山下さん、よろしくお願いします。今月のおすすめ本の一冊である、この前田史郎エッセイ集、口から入って尻から出るならば口から出る言葉はというエッセイ集があるんですけれども、はい、その前田さんの、ね、はい、とあと木野ブックさんから出てる、はい、私たちは塩を減らそう、私たちは塩、チャッペン集、はい、同時刊行記念ということで、はい、前田さんに選書していただいて、はい、フェアを展開中です。はい、前田さんの本が、そして中心で、はい、小説濡れた太陽、赤毛のアン、ね、とかアンネの日記で、エッセイの中のこのアンネの日記に触れてるんですけども、うん、あれを読んだ時に私ももう一回アンネの日記は再読したいなと思って、でこの赤毛のアンも本のことを書いてるエッセイの中に、ね、出てくるんですけれども、はい、よかったですよね。あとはすごい幅広く、あ、藤田嗣治さんの藤田生涯の本もあるんですね。はい、これも私読んで結構面白くて、数奇な運命であるんですけれども、これもおすすめです。本当に幅広い、はい、すごい選んでいただきました。でもやっぱりこうやってその一人の方が何を選ばれるかって面白いですね。そうですね、はい、その人の脳内をちょっと探ってしまうというか、ということで、はいはい、今月も山下さんとともにお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今月おすすめの本をご紹介していきたいと思います。まずは山下さんから。東証文社から出てる前田史郎さんの、口から入って尻から出るならば口から出る言葉はです。前田さんは前からご存知だったんですか？そうですね、実はそこまで読んだことはなかったんですけども、はい、ずっと気になってる感じ で今回出るという話をいただいて、はい、ちょっとぜひ選書をと、うんうん、はい、前田史郎さんというのは五反田団という劇団の主催をされていて、はい、劇作家でもあって、演劇界ではかなり有名な方で、私も何度かお芝居を見に行ったことがあるんですけども、面白いけれどもぐんとこう深いというか不思議な世界観のあるお芝居で、ずっとだから前田さんの書くものが気になっていて、まだ読んでないんですけども、あの濡れた太陽がという小説が出た時は読みたいなと思ってて、で今回エッセイ集から、はい、読んだんですけども、幅広い興味が、はい、でもなんか一貫して前田さんらしさというのがすごい感じられる文章だなと思いました。とっても語り口は優しくって読みやすいですよね。これはこうだっていうよりもすごい選択肢を残していて、これは正しいことだって思われているけれども果たしてそうだろうかみたいな、常にいろいろ自問自答しているのが前編から伝わってきて、 ね、はい、そしてもう日常の些細なことをもうたくさん拾いながらネタにしているなと思うんですけども、はい、何か気になった？そうですね、はい、個人的にやっぱこのカメラを集めてっていうところが小説風でずっと語られてるんですけど、はい、カメラと女の人がこうリンクしてくるっていう話で、はい、カメラは永遠の女というタイトルでマニアックなお話で、途中です、ね、そうですね、カメラをおじさんだと思うんだけど、はい、結局はやっぱり女の人だったっていうのが、はい、なんとなく親近感を湧きました。これ読みながら先日雑誌を出された時に写真を全部撮られていって、はい、きっとカメラに詳しいから、いやいや、山下さんはこれ面白く読んでるんだろうなと思いながら、はい、私はちょっとだけついていけないぐらいのマニアックさがあって、あとこの最後のちょっと色が、本の紙の質が変わるんですけれども、時事コラムというのがあって、
最初がそのさっきも紹介したアンネの日記についてのアンネの日記を読み直したっていうので、あの以前図書館などでアンネの日記が破られる事件が起こったんですよね。でそれについてを書いていて、でいろいろ非難があったり犯人を糾弾したりっていうことがあるけれども、僕はアンネの日記をもう一度読み直そうと思った。読んでみたらなすごくこうユーモアに満ちて若々しい文章で綴られていてとっても面白かったっていうところから、アンネに対して思いを馳せるっていうのがこの本当に短いキュッとした文章の中にあって、コラムちょうど東京新聞の紙面の多分コラムだったと思うんですね、はい、そこに連載されていたのなんですね、はい、キュッと短い文なんですけどすごいいいなって思いましたね。ね、なんか本屋さんを残すためにとかも、うんうん、ぜひ皆さんにいただきたい。ぜひ読んでもらいたいですね。はい、本屋さんがなくな、町の本屋さんがなくなったら僕はどこにいればいいんだっていう、本当にそうだなと思って。で、後書きに書く行為は祈りに似ているって書いてて、ずっと前田さんは書くことは考えることだと思っていた10年ぐらいだけど、ここ数年で少し変化して、書くことは祈ることじゃないかと思えてきたって。で人に神は宿らないと僕は思うけど、行為には神が宿ることがあると思う。で本当になんかあのこれを読みながらちらりと、なんだろう、ちらりと神様を感じる、祈りに似たようなものを感じるというか、もう読み終わった時にとってもなんだろう、祈る気持ちというか優しい気持ちになるような感じがあるなと思って、ね、書いているとどんどんいろいろそういう方向に行ってみたりするのかなと思いました。はい、そんな、はい、前田史郎エッセイ集、口から入って、何度も口から入って尻から出るならば口から出る言葉はをお届けしました。次に私のおすすめをご紹介していきたいと思います。和尾石黒著、土屋正雄役、忘れられた巨人です。私はもう和尾石黒が昔から大好き で、で日の名残と私を離さないでや、あと短編集の野草曲集を読んできて、ああもう本当に一番大好きな作家でもあるんですけれども、でも私を離さないでから10年経ってやっと新刊が出て、もう待ちに待ってましたという感じで、はい、読み始めたんですけれども、今までもそうだったんですけども、はい、割とあの今まで書いてきたものを一回捨てる作家というか、同じ書き方はしないっていうのがあったんですけども、今回もまた新たな文体というか、小説の中に書かれている時代背景とか全然違って、結構最初はなかなか、そうですね、はい、展開も最初はないので、物語のあれですけど、まあ、その忘れてくっていうのもこう相まって、はい、うんうん、どこへ本当に霧の中を、読者も歩いて、読者も霧の中を感じました、はい、でしたね、はい、そう、内容を言うのを忘れていたんですけれども物語はアクセルとベアトリスの老夫婦は遠い地で暮らす息子に会うため長年暮らした村を後にする。若い戦士、鬼に襲われた少年、老騎士、さまざまな人々に出会いながら、雨が降る荒れ野を渡り、森を抜け、謎の霧に満ちた大地を旅する二人を待つものとは。失われた記憶や愛、戦いと復讐の小玉を静筆に描く、ブッカー賞作家の傑作と、はい、ありまして、その結構、あ、ファンタジーなのかなって、読んでいて、後書きにもあったように、まあ、はい、
鬼とか竜とか出てきますけど、うんうん、そっちはまあ主題ではないのかなって、はい、なんかうまく使い、ね、本当になんか、うん、その判断の形を借りながらっていう感じですね、うん、ですね。そうで今までの作品とその文体や今回はファンタジーということで形は変わっているんですけれども、うん、あの一つは記憶というのが、うん、今回もテーマになっていて、ね、この忘れられた巨人っていうタイトルなのでもう絶対巨人が出てくると思ったんですよねなんかこう最後の方で、うん、もうファンタジーだし大きな巨人が出てくるのかな、それと老夫婦が対面するのかなって思ってたんですけれども、うん、そうではない、うん、ないだけどその忘れられた巨人っていうのはあの社会が何だろう忘れ去っていた記憶、うん、戦争の記憶だったり戦いの記憶とか今までの歴史の中で葬り去ったものだったりそういうものなんですよね、はい、うん、でこのお話の中に出てくる老夫婦が住む世界はドラゴンの竜の息がかかると息がかかってしまうと記憶がどんどん薄れてしまう、で一つはその竜退治があって その竜を退治すれば記憶が戻ってくるんじゃないかというのがあるんですけれども、果たしてその記憶が全て鮮明になることが正しいことなのか、あとそれがその人たちにとって幸せなことなのかっていうのも考えさせられて、最初の方は入りにくいけれどもだんだんと霧が、ね、結構最後の方まで私霧の中にいたんですけれども、だんだんこうぼやっと見えてくる景色がとても美しいというか、そのファンタジーなの物語でもあるんですけども決して明るくなくって始終、曇っているとか霧の中であるけれども静かに力強いく見えてくるものがあって、やっぱりあ和尾石黒大好きだなと思いました。講演会も行かれたんですよね、はい、あそうなんです、はい、先日講演会に行ってきて、はいはい、とっても素敵な方で、ちょっとその講演会の時のことをメモしたんですけれども、石黒さんは物語を記憶として語ることが好きで、フィクションでは感情を分かち合うことを大切にしたい、情報を伝えるだけでは十分ではない、例えばアフリカで何人が死んだという情報ではなく、そこで飢えている人たちの苦しみや悲しみを共有したい、それがフィクションの役割なのですっておっしゃっていて、やっぱりその今までの作品も今回のも感情に訴えかけてくる小説を一貫して書かれているんだなって思って、はい、あと最後 あの来ている来場者からの質問で、はい、作家になりたい人に向けてのメッセージをお願いしますっていうのがあって、はい、でそれについてまず本当に書きたいのか自分に問ってほしいっておっしゃってて、なんか作家になったら昼間はカフェで書き物をして夜はこういう風な素敵なところで講演会をしてみたいなことだけを夢見ているんだったら絶対やめた方がいいです、書きたい物語があってやっと書き上げてもそれが出版されるかもわからないし世間に認められるかわからない、それでもあなたは書きたいかっていう、本当に書きたいかどうかっていうのを考えてくださいって強く、はい、おっしゃってですね、はい、こんな、はい、和尾石黒著忘れられた巨人お送りしました。はい、それではエンディングとなりました。はい、山下さん、はい、夏のご予定はありますか？
仕事、あでもまたちょっとアメリカの LA の方に1週間ぐらい、8月ですけど、はい、行く予定です。毎年行かれてるんですか？そうですね、年1回ぐらい、はい、この間も、はい、まあ、ニューヨーク行ってきたんですけど。あ結構行ってる、ね、はい、また次号の雑誌で、ね、あ取材も兼ねて。そうですね、はい、いいですね、はい、はい、夏、うん、ないんですよ。ないです、はい、これから考えます、はい、じゃあ来月もよろしくお願いします、はい、しします。それではまた来月お会いしましょう。来月おすすめする本はこちらです。チャンネル登録もよろしくお願いします。